北国新聞ニュースをお伝えします能登半島地震に伴う災害関連死に県内で初のケースになる自殺者1人を含む16人が新たに認定される見込みになりました石川県などによる災害関連死の審査会が昨日開かれ弁護士や医師が審査した結果能登町8人、七尾市7人、穴水町1人の 合わせて16人を新たに関連死として答申しました16人のうち1人は自殺者で自身との因果関係が認定された初のケースになりましたが詳細は遺族の同意が取れていないため明らかにされていません昨日の審査では4人が不認定に7人が継続審査になりました 審査会の答申を受け市や町が正式に認定すると県内の関連市は147人になり直接市の227人と合わせると震災の犠牲者は374人になります一方、北国新聞社の取材によりますと関連市の認定を求める申請は認定済みや認定見込みを含め県内で少なく見ても 355人の遺族からあり死者の数はさらに増える見通しです全国土部録研究大会で成果を発表しようと北陸先端鍵台や金沢工台が中野都町で土部録の販路拡大につながる調査を進めています中野都町は2014年に国から特区の認定を受け 農家が自前の米でドブロクを作れるようになり、誘致していた全国ドブロク研究大会が来年度開催される予定です。町はその研究大会に向け、北陸先端科学技術大学院大学の島田純一特任教授や、金沢工業大学メディア情報学科の村山博子准教授などの協力で、 ドブロクの魅力を発信する取り組みを始めましたこのうち先端科技大の島田特任教授は先月下旬にドブロクを作る現場を視察しドブロクの町としての中野との知名度を高めたいと今後の活動に意欲を見せました取り組みの参加者はドブロクの味を安定的に受け継げるよう糖度やアルコール分などを 週2日程度測定したりドブロクの新しい味わい方や PR 方法を考えたりして研究大会での発表を通して販路の拡大につなげます。能登半島地震に伴う津波や輪島朝市の火災を捉えた北国新聞社のスクープ写真が新聞協会賞に選ばれました。 今年度の新聞協会賞には88件の応募があり、日本新聞協会はその中から選んだ6件を昨日発表しました。北国新聞社が受賞したのは、能登半島地震で涼しを襲った津波と、地震に伴う和島最地通りの大規模火災を撮影した写真で、記者の使命感を感じさせるスクープ写真は、自然災害の惨状を 後世に伝える歴史的価値が高いと評価されました受賞作のうち津波の写真は涼し局の記者が地震の直後に防波堤を越えて押し寄せる瞬間を津波と同じ高さの目線からスマートフォンで捉えましたまた朝市通りの火災では写真部のカメラマンが撮影した2枚の写真が受賞し 少人数の消防隊員が懸命に消火に当たる姿と地震発生から12時間過ぎても炎を上げる現場を伝えました新聞協会賞の受賞式は来月16日に秋田市で開かれ北国新聞社は4度目の受賞になります北国新聞社は能登半島地震の被災者や 被災地を支援する義援金を受け付けています義援金へのご協力には四つの方法があり寄せられた義援金は石川県に届けられます現金書き留めの場合は野戸半島地震義援金と明記した上で北国新聞社総務部宛に送金をお願いします義援金専用の口座に振り込む場合は 事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。直接、義援金を持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は、北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援を、 お待ちしていますここまで北国新聞ニュースをお伝えしました金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりましたシェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます容量シェアプランでは ギギギガ、4ギガ、20ギガの3種類ありますスマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です乗り換え時に必要な初期登録料は無料シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービス ケーブル光戸のセット割が適用され毎月1100円割引となりますお申し込みお問い合わせは0120-751-1114番までどうぞ